ハンス・ヒジングによる肖像画。初代エグモント伯爵、ジョン・パーシバルはアイルランド王国出身の貴族、政治家。1七0 3年から1 7十四年までアイルランド庶民院議員を、1二十七年から1三十四年までグレートブリテン庶民院議員を務めた。グレートブリテン庶民院の監獄委員会で議長ジェームス・オーグルソープに協力したこともあって、 オグルソープの北米植民地計画を指示し、1732年にアメリカにおけるジョージア植民地設立のための新宅が認可状を受けるとその会長を務めた、後見人のサーロバート・サウスウェル、ゴドフリー・ネラーが、第3代順弾シャクサー・ジョン・パーシバルト、妻キャサリーン、1692年2月に日没、第2代順弾シャクサー・エドワード・デリングの娘の、 次男として1683年7月22日にコークケンバートンで生まれた。1686年4月29日に父が病死、さらに1691年11月9日に兄にあたる第4代順ャクサーエドワード・パーシュバルが死去すると順番灼位を継承した。母も1690年8月にバトラー大佐と再婚した後、 1692年2月2日に死去した。1698年に後見人のサーロバート・サウスウェルにより、ウェストミンスタースクールに送られ、1699年11月18日に、オックスフォード大学、モードリン・カレッジに入学した。オックスフォード大学では学位を習得しなかったが、アイルランド人名辞典はパーシュバルを青年期から、真面目で自身の本文に、 熱心と評した。1700年にイングランドを旅し、1701年6月には正式にオックスフォード大学を中退した。1701年12月3日、王立協会フェローに選出された。サウスウェルは1702年に死去し、その息子エドワード・サウスウェルが後見人を引き継いだ。1703年アイルランド総選挙では未成年ながら、 コークカウンティ選挙区から出馬してアイルランド、庶民委員議員に当選、1704年10月にアイルランド数密院の数密顧問官に任命された。在任中の1705年7月から1707年10月まで、グランドツアーに出て大陸ヨーロッパを旅した後、1709年に議会に復帰した。1713年アイルランド総選挙でも、 再選した。アイルランド庶民院では、トーリー島に所属したが、トーリー島旧進派の政策を支持せず、コ空ク県での政敵であるブロドリック家の反撃にあった。1714年8月のジョージ一世の即位に伴い、1715年4月21日に、アイルランド貴族であるコ空ク県における、バートンのパーシバル男爵に除され、同年11月12日に、 アイルランド貴族院議員に就任した。この男爵院には、初代男爵の父の男系子孫への特別残余権が定められている。また、ジョージ一世の即位に伴い、アイルランド枢密院の枢密顧問官を再任した。これにより、議席の問題が解消され、貴族院では、トーリー党中道派から、ホイック党中道派に転じることとなった。パーシバルは、アイルランド貴族ではなく、 グレートブリテン貴族への助釈を望み、叶わなかったが、アイルランド貴族の権利維持に努力した。1719年宣言法の可決により、アイルランド貴族院が上国管轄権を失うと、多くのアイルランド貴族と共に、ロンドンでジョージ一世に対する請願を出したが、失敗に終わっている。ジェームズ・オグル・ソープ1720年代にイングランドの政治に関わるようになり、 ウェールズ校ジョージに接近したが、1723年2月15日に、アイルランド貴族である、コーク県におけるカンタークのパーシバル施釈に除された。1727年に、ジョージ2世が即位すると3度、アイルランド数密院の数密顧問官を再任。同年の総選挙では、約1000ポンドを費やした上で政府からの支持を確保して、クレートブリテン庶民委員議員に当選した。 1728年6月にハリチの記録長官に就任1734年4日に辞任した。議会ではオムネ首相、ロバート・ウォルポールを支持した。1729年2月5日に監獄委員会の委員に任命され、以降委員会の議長ジェームス・オングル・ソープと協力関係になった。パーシバルは1708年に アイルランドジョージ・バークリーと知り合いになっており、以降の通信で、バークリーがバミューダで国境界の宣教師を訓練するための植民地を創設する計画を立てていることを知っていたため、オグルソープの北米で新しい植民地を創設する計画を指示、1732年6月9日にアメリカにおけるジョージア植民地設立のための新託が、 国王の認可状を受けた時にはパーシュバルが新宅の会長を務めた。1733年11月6日、アイルランド貴族であるコーク県におけるエグモント伯爵に除された。この除爵はジョージア植民地設立への貢献とパーシュバル自身のロビー活動によるものだったとされる。 1734年イギリス総選挙では引退して、長男にあたるパーシバル死爵ジョンパーシバルに議席を譲ろうとした。ウォルポールと一議席ずつ指名することを合意したが、ハリッジ選挙区のハンパーシバル派は、チャールズ・スタンホープを押し、ウォルポールの仲介も虚しく、パーシバルは得票数3位で落選した。ただし、パーシバル親子は敗因を、サー・ロバート・ウォルポールの裏切りであると考えた。 1734年の総選挙以降は二度と政治に、関わらず、ジョージア新託での職務のみ継続し、1742年春に、健康の悪化を理由に、ジョージア新託の管理委員会から辞任した。同年に、自身の日記を出版した。英国会員氏によると、エグモント伯爵の日記は1730年から1734年までの、 グレートブリテン庶民院に関する重要な資料だという。1748年5月1日に、ロンドンで休死、アーウォートンで埋葬された。息子ジョンが借位を継承した。1710年6月10日、キャサリン・パーカーと結婚、三男四女を設け、うち一男二女が成人した。家族の仲は良かったという。グランドツアーでイタリアを訪れた時に、 芸術への興味を持ち、以降企学家として、たびたび主的なコンサートを開催した。宗教に関しては敬虔な国教会信者だった。ありがとうございます。